なんとかゼウスを退けた。彼はただ応用に笑い、悠然と姿を消す。結局この異界の謎もゼウスの真意も不明のままだった。そんな中、アースガルズの神ロキが動き出す。さらにオリンポスのアレスも連合軍の領地に侵攻を開始。神々の無慈悲な攻撃が人間に襲いかかる。連合軍はすぐさま防衛態勢を取った。果たして彼らに神の強撃を跳ねのける秘策はあるのか。なんとか敵の到着前に城の防備を固められたな。あとは総大将の信長を守りつつ神と喧嘩してやりゃいいんだよな。そう簡単にはいくまい。アレス、ロキ、二勢力を同時に相手にするのだぞ。勝手な行動はくれぐれも慎むように。うん、この戦に勝つには我らが協力し合わねば。たく、家庭ことばっかり言いやがって。レンレ、アレス軍とロキ軍が到着しました。きっとか。そう、地獄の幕開けぞ。信長はあの中か。アレスたちには構わず、迅速に信長を狙おう。信長は俺たちが仕留める。アースガルズの神などに先を越されるなよ。どちらも信長を狙う。イエオス、三つの世を守る。アレスとロキは協力するつもりはない。こちらとしては好都合です。一番は共倒れになってくれることだが、今は守りを固めつつ敵の様子を伺うといたぞ。家康のやつ、ここに来て様子見かよ。衝動だ。神は俺だけで討ち取ってやるぜ。一緒に片付けようぜ。観念殿が勝手なこと。観念しろい。乱れた規律はすぐに正さない。そんなうちの店だ。突出した部隊がいるようだが、我らの指示を無視したのか。ルキ、私に刃を向ける。そうひどく申し訳ございません。今は敵同士上互角もだ。そうひどく想定とは違うが悪くない。全軍この勢いに乗り、アレス軍を攻めよ。お前、面白い武器持ってんな。俺様によこせ。もう、あなたの覚悟を好きなのですか。これは渡せませんが、ぜひ一曲お聞かせしましょう。アジバ泥棒がいるようだ。うちの人だ。戦の最中ではあるが、見過ごせん。武器は何をしているのだ。アレス軍を攻めるように言ったはずだが、おそらく見逃せない規律違反があったのでしょう。とはいえ、それで自身が勝手に動かれても困るが。いいよ、三つの、この乱れた戦場がウヌラの元にか。いや、決してそのようなことは。
乱戦状態は我が軍には不利ゆえ。そうですね、もはや様子見は無意味だが、どちらの本陣も門を閉め守りは欠けている。ザコどもが群れているようだな。俺を楽しませる奴がいれば。鬼神も来る。そう思う。もう一人戦いを好む本物の神だ。お互いの存在を知らせる。面白いことになるかもしれん。武器一つ任を頼む。戦いを避けつつ呂布をアレス軍の本陣まで誘導してくれ。承知した。任とあらば厳粛に遂行するのみ。新呂布よ、このオブンソクが相手となろう。俺を知っていて戦いを挑む制御か。すぐに消してやる。ルーキーには他の敵に押さえると思いますが、どうやって。おお、やるじゃねえか。その調子で攻めやがる。信長殿を守ることが最優先。三成殿、ここは力を合わせようぞ。張り切るのは結構だ。ご自身の身も守られ、我らが敗れた信長様もお守りできない。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。俺を煽ったくせに逃げ回る。所詮は奴もただのネズミということか。どう、俺の前に立つか。いい度胸だ。倒してしまったと。策が台無しではないか。ただ見ているのも飽きた。そろそろ人間どもに引導を渡してやろう。ようやく緑殿に追いつきましたな。一人で先に行ってしまった。やはや父上は信長とは戦っていないようだ。どうじゃ。では我らがその任を果たそう。緑軍の本隊が追いついてきたのか。味方は出払ってくれ。俺が迎撃に向かいましょう。この星承知した。本陣はお任せあれ。三河武士の粘りましお見せしよう。うぬが武、見事だ。一方の大将は滅したか。もう一方もほふれ。おれおれ、まだまだ暴れ足りねえぜ。優勢の剣、味方は私と違う。無能ばかりなのだ。なぜあの男のいいようにさせている。腕を守る敵がじれているよ。観音殿を向かわせれば。あるいは観音殿、あの砦の敵をおびき出していただきたい。無能など汚き言葉で挑発してもらえるか。どういう作戦かよくわからねえが。いいぜ、任せとけ。一筋縄ではいかない。さすがは呂布軍といったところか。呂布軍の勢いが勝っている。このままでは三成殿は。ああ、よかった、間に合ったみたいですね。あなた方は。我らは戦艦の者、人の子を救うべくやってきた。我らが出る意味もなかったようだな。人の子は戦局を有利に進めているようだ。ならば我らは向かってくる敵にだけ対処しよう。砦に着くまで観礼殿を援護せねばな。
きや働きよ。よくやってくれた。三成将軍、見事な働きだったようだ。このような貨幣でよくぞ状況を覆した。お前たちは俺のことを知っているのか。はい、もっと早く火星に来たかったのですが。とりあえず今は目の前の敵を倒しましょうか。うぬがぶ、見事ぞ。もっと厄介な状況になっているかと思ったが、人の子らの活躍でどうにか阻めているようだな。ええ、ですが我らも加わる方が良さそうです。オーディンが本気を出せば人間だけではとても。また賑やかな日々になる。俺に勝てると思ってんのか。超指揮を無能だと。私の力思い知らせてやるよ。必殺、うまくいったか。砦の章を破りその先へ進むとしよう。この私こそ英才の誉れ高き章指揮だ。その記憶に刻みつけておけ。私の経歴に傷をつけたり。次は許さん。予定より早く商会がやられてしまったな。仕方がない。私一人で何とかしよう。おお、やるじゃねえか。その調子で攻めやがれ。私が終わらせてやろう。一緒に片付けようぜ。ハッピー。もっと楽しいっすよね。行くぜ、流星の剣。ここまで抗うとは驚いた。次に会う時までその命預けておこう。信長を狙う敵は消えた。得体の知れぬものは残っているの。安心しろ人の子らよ。我らは戦界の住人、貴公らの力になるべくこの世界に降り立った者。つまり女家たちの仲間ということか。何か有益な情報があれば教えてもらいたい。無論そのつもりだ、三成将軍。信長の活躍のおかげで道が開き、ここへ来ることができました。感謝します。私は神王、そして太公望だ。今後は貴公たちに知恵と力を貸してやろう。よろしく頼む。早速知っていることを教えよう。そう焦るな。全知全能の私といえど、オリュンポスの主神の考えを読むことはさすがに難しい。だが彼の娘のアテナ、息子のアレスについて多少のことはわかる。まずアテナはオリュンポスで戦略を司る女神だ。真面目で父の信頼も厚く、知遇ともに優れている。そしてアレスは
ゼウスと制裁ヘラの間に生まれた嫡男、戦の神だが、これがクセモノでな。高貴な生まれゆえに絶大な自信を持ち、他の神も人も下に見る傲慢な男だ。ゼウスも奴の性格を危ぶんでいるようだな。ふん、奴が鼻持ちならない男であることは確か。説得も真意を聞き出すも奴からも不可能。やはりゼウスに当たってみるしかあるまい。ところで四天童子を見ませんでしたか？いえ、存じません。どのようなお方ですかな？とても大柄で燃えるような赤い髪の鬼です。背にはとても大きな瓢箪を背負っていて。そんな目立つやつなら見てりゃわかるはずだよな。全く覚えがねえぜ。そうですか。私たちより先に融合に巻き込まれたはずですが、一体どこに？すべては私の思い通り。答えを得るため行くとしよう。戦に酔いすぎた。うまくいって何よりだ。すべて飲み干してやろう。うまくいって何よりだ。